では春田さんどうです、集客で今ね、ちょっと今お話聞いてて、まあ、宝塚さんってリピーターが結構多くて、一つの舞台で45回ぐらいですか やって全部今はそこまでおられませんけれども、はい、私は実は20年前行った時もそういう意味で非常に恵まれて、私自身も恵まれたんですけど、プロデューサーをしてました頃には大体平均 100% 超えてました。その時は本当にファンの方は、まあ、今でもたくさんおられるんですけれども、もう毎日通われてる方、1公演当時45回してたと思いますが、毎日通われると、女性の方でファンの方は昼飯を抜いてもですね、宝塚見に来ていただくという方がおられました。今はそこまでの方はあまり聞きませんが、それでもリピートのお客さんは結構いらっしゃるようです。そういう方で持ってる部分でもあります。はい、私なんか見ると野球はやっぱりリピーターをすごい大事にしているように見えるんですが、春田さんどうですか、集客も含めて。そうですね、リピーターどれだけいるのかって数字分かんないんですよね。観客見てないというかデータ取ってないんで分かんないんですよね、正直言うと。ファンクラブの数っていうのは把握してますし、その方々がチケットを交換する時にどのぐらいっていうのは分かるんですけど、実質的には分かっていないと。で野球興行って皆さんどれだけご存知か分からないんですけど、すごく特殊でフランチャイズ性っていうのがあってですね、うちでいくと例えば神奈川県で野球興行がプロ野球興行ができるのはうちだけなんですよね。つまりだからうちは東京ではできないんですよね。でつまりそれはそこでの興行できるのがその球団っていう形になっていて、ちょっと東京の場合ヤクルトとジャイアンツでちょっとややこしいとこあるんですけど、基本的にはそういう形になっています。でつまりその球場で行われる収入についてはその球団が全て入るんですね。つまりだからヤクルトファンが例えば球場に来てヤクルトの人がチケットを買ったとしても、それは横浜球団の方に入るんですよね。なので極端な話、うちのファンがゼロで阪神ファンが 100% であったとしてもうちの売り上げ 100% になるんですよね。だから実はうちだけじゃなくて相手方のファンの動向とかによっても左右されるっていうのは実はありますと。で、まあ、我々実は参入する前っていうのはなんていうんですか、我々の主催試合っていうのがいわゆる興行主としての我々ですね。主催試合の観客動員で110万人ぐらいだったんですね、 TBS さんの時。で今年どうだったかというと160万弱ぐらいですね。だから実は興行で試合数もちろん変わらないんで、50万人ぐらい増えたんですよね。で基本的にはやっぱり興行なので3つぐらいあるかなと思っていて、興行である以上1つ面白くないとダメだっていうことがあるので、まあ、要はチームに対する期待感がないとダメだということもあるので、チームを強くするというのが1つで、2つ目はやっぱり興行っていうのが球場で行われるので、やっぱり箱が汚いとダメだよねとか、箱をどう魅力的に見せるかみたいなところの中で球場を変えるっていう施設の改善っていうのが2つ目だったと思います。で3つ目がフランチャイズ性が引かれているということをお話しした通り、それぞれ地域に、まあ、日本の場合12球団しかないですけれども、一定のエリアが決められてしまうので、どうしても横浜球場だと横浜球場のエリアを中心とした半径何キロみたいな形での集客が中心になるという形なので、どうしても地域密着っていう形の、まあ、集客スタイルになるというところです。で、まあ、その3つをそれぞれやってきてるわけですけれども、まあ、それぞれ簡単に言うとチームの強化についていくと、まあ、我々野球なんかもともとやっていないし、もちろん野球部だったっていうやつがいますけれども、そいつが誰が監督がいいとか誰が選手がいいとかっていうのも好き好きでしかないんで、しかも野球の困ったところは誰でもそんな話ができちゃうっていうところ、専門家であっても素人であってもできるっていうところで、まあ、それをやめようっていうのがまず第一にありましたと。なのでうちの場合は GM 制っていうのを引いていて、うちの場合はチームをどう強化していくのかについていくと、高田さんっていう高田茂ってもともと読売ジャイアンツにおられた方にやっていただいてますと。で高田さんに監督を選んでもらってコーチを選んでもらって、まあ、選手をどういう形にしていくのかって決めていますと。でもちろん高田さんはいろんな形で相談してくださるので、全く我々の意思が入ってないということはないんですけれども、聞いても基本的には全ても高田さん決めてくださいっていうスタンスを取っています。でまあ、その顕著な例が、まあ、ちょっと今回も話題になってますけど、皆さんご承知のように参入の時にある監督の名前があって、ですごい話題になったんですけど、最終的にその監督じゃない監督としての中畑さんにしましたというのがあります。で我々とか私がまず高田さんにお願いしたのが、我々の目的、球団を持つ目的っていうのが親会社からした時には明らかにそれは PR 効果がないとやらないですよね。100億からの投資が必要なので、そこの部分の効果がなければ野球好きですからっていう形では持てないです。球団だのと、しかも DNA は上場会社ですから意味がないとやりませんから、でその部分を明確にするために PR 効果を考えた時に、ずっと6位で新聞露出もほとんどないような形の球団であった以上、その露出を高めるっていう形の中でどうしようかっていうことで、まず監督としても話題性があるとかですね、情報発信力があるとか若いとか、いくつか 5項目ぐらいお話しして、その中で最初に出てきた方がおられたんですけど、その次は中畑さんだったんですね。で実はその時にその最初の方はご存知のようにやめようみたいな話になっちゃったんですけど、それは高田さんがちょっと信頼関係結べないという話になったからなんですけれども、多くの場合はその監督の名前がもう出ちゃってほとんど確定的に報じられてるとかっこ悪いんで、大体そのまま突き通すっていうのが普通らしくて、でその時高田さんはそうするともうこの監督にして私引きますと、やめますとおっしゃったんですけど、我々としてはもともとGM を選ぶっていうのは私の仕事だと思ってますけれども、監督を選ぶのは僕の仕事じゃないと思ってましたから、高田さんができないんだったらやめましょうということで、その監督をやめて高田さんが決めてくださいっていう話をしたんですね。実はそこから多分高田さんは我々のことをすごく信用してくださって、本当に GM 制っていうのをやろうとされたんだと思うんですね。だからそこを守備一貫して選手の強化っていうのをその後ずっとやってますと。で施設についてもなかなか老朽化されていた中で、ファンの方々から例えば極端に多かったのがトイレが汚いと。特に女子トイレもすごい汚いみたいなのとか、なんかトイレまずきれいにしてくれっていうところからスタートして、ボックス席とかいろんなシートを作ってもらい、あとそこオーロラビジョンっていうのは点数とか出るとかですね、あそこがすごい古かったのでいろんなことができないんでそれも変えてくれみたいな話をいろいろしながら、球団は実は我々自身は先ほどの例とちょっと違って球場自体持ってないんですね。実はその球場持ってない持っているっていうのが野球経営においてはものすごい違いがありますと。で持ってない球団がほとんど赤字だと思います。それは球場側と経営が分離されているので、球場側はもちろん収入を上げたいと、収入を上げたいということは球団経営側からするとコストが上がることでしかないので相反することではあるんですね。だからそこをどう一致点を見出すかっていうことをやってきていて、その中でいろんな話し合いはしてきたんですけれども、私が球場側にもともと最初に言ったのが、もともとの話としては、例えば利用するにあたって両立が 25% みたいなのがありましたと。100円入ったら 25% 球場に払うみたいなのがあったんですけど、TBS さんがやられてた時も結構その 25% を数%どう下げるかっていう議論を結構しててね、下げる下げないみたいな。もう感情論でしかないんですよね。下げてください、嫌ですみたいなどこにも行かないんですよね、そんなもんねでしかも大したことないんですよね。実はその数パーセント下げてどんだけ変わるんだっていうと、数百万とか1000万とか2000万とかそんなしか変わりません、ね、もうほとんど意味がなくて、問題は両者合わせても赤字だということなんですね。球場側利益出てるんですけど、球場の利益を全部球団側に取り込んだとしても全く赤字のまんまですと。で根本的にそのベースとしてのボリュームを上げないと、トップランを両者で上げないと全く意味がないと。でそこをやるためにこういうことをしたいっていう話をしだして、でやっぱりそこは利益が一致するでしょうと。横浜球場っていうのは横浜市民が楽しめる場としてあるんだから、ここに人が来てくれた方が嬉しいですよねみたいなところから始まって、両立もガンと下げてもらい、でも下げたけれども彼らの収入が減らないようなスキームにして、上乗せ部分が我々の収入になるような形のスキームを組んで、でだから結果的にそういう形になってくるんだったらということで、設備投資なんかにも相当していただいたという形です。でそういうのが出てくると、球団の球場の周りにいる地域の方々も我々がやっぱりもともと東京の会社で、しかもネットの会社で何してんのか分からへんみたいな形で思われてたところが、地道にいろんなことしてるんだよねっていう形で評価していただけるようになって、最近だと周りの店舗600店舗ぐらいかな、そのベイスターズ支援みたいな形になってて、球団と一緒に例えば半券を持っていただくと割引してもらえるとかですね、そういう形の取り組みができるようになってきて、そういったところで周りとの関係もそうですけれども、あとは横浜全体だけじゃなくて神奈川全体の小学校とかを回ってですね、子どもを無料招待する、子ども無料招待すると親がついてくるんで、親からはお金もらうんで子どもをいっぱい招待すると。それまでって割と無料でチケットばらまいてたんですけど、そういうのをやめたりという形で地域密着というのを果たしてきたというのが今の過程だと思います。ありがとうございました。本当に昔私どもがオーナーだった時はトイレも汚くて、一番びっくりしたのは VIP ルームがね、我々がオーナーの時に行くとですね、パイプ椅子だったんですけど、ジェネさんが持ったらいきなりもうクーラーあるわ、冷蔵庫あるわ、素晴らしい。結構な値段で売ってますからね、あれも。そうですね。使ってください。毎年使わせてください。でもやっぱりその集客で45% 以上のですね集客したってやっぱ企業努力だし、まあそういったことをやってらっしゃるという非常にためになるお話でした。でもっと話したいことがあるんですが、もうQ&A の時間になってしまいましたので、会場の皆様からせっかくこの3つの工業のトップの方がいらっしゃいますので、ご質問等ございましたらどうぞ挙手にてお願いいたします。じゃあ皆さん考えてる間に先にですね、ちょっと私の方から聞かせていただき、ありました。ごめんなさい、見えなかった。あ、すみません。はい。カンボジアから来た生田と申します。人材業だということなんですけども、どういう基準で採用されるんでしょうか、吉本さん。採用ですか。はい。うちは芸人は採用してません。あれはですね、相手は個人事業主です。で、我々とマネージメント、エージェントとしてのエージェントですので、マネージメント契約を結んでますので、そうですね、まず雇用関係にはありません。で、採用っていう意味でいくと、まあ、小さい物体をやる劇場をたくさん持ってますので、まあ、そこでオーディションを何回かやります。でまあ、そこの劇場でこれは大きな劇場出したりとかテレビでも通用するなっていうのを確かめます。採用基準といえばそれが採用基準です。でまあ面白い人はまあテレビだけじゃなくて、まあ、いろんな分野にも派遣ができるという状況です。はい、他にございますか。はい、瀬尾さん。講談社の瀬尾です。講談社ってちょっと苦笑いです。いや僕その担当じゃないですから安心してください。タイはないです。ですね、まあ消費ビジネスエンターテインメントの中でまあ春さんなんかそう思うんですけど、これからのデジタルとの関係ですね、これをどういうふうに見ているのか、あるいはどういうふうに活用されているのか、さらにどういうようなことこんなことをやろうと思っているようなことがあったら教えていただけますでしょうか。はい、デジタルですよね。今まあそうですね、まあいろいろやってます。例えばうちの芸人がですね、ツイッターでまあだーっと喋るとですね、まあたくさんのフォロワーがいまして。でそのまあフォロワーのところにですね、クライアントの動画を貼り付けるっていうビジネスがツイッターで、まあ、あるんですけれども、最近で言うとそれで提携しました、ツイッター社と。でもともと我々としてはやっぱりネタたくさん持ってますので、まあ、オンディマンドでそのネタを課金して売りたいっていうビジネスモデルをスタートしたんですけれども、まあ、YouTube の中で山ほどただのネタありますので、まあこれも全世界的にダメな状況ですね。なかなかエンターテインメントですよ。でもやっぱりそのエンターテインメントの中のタレントのニュースってすごいまあいいものから悪いものでありまして、そこの注目度は非常に高いので、まあその注目度をどうマネーに変えていくかっていうことをまあやってます。例えばクライアントさんとですね、提携記者発表とかまあやるんですけれども、まあファミリーマートさんとかですと、とか、まあ、いろんなところでやってますけれども、まあ、何せタレントがまあ発信する情報がテレビであり、インターネットであり、イベントであり、まあ、注目されていきます。で特にまあネットの中っていうのは何回も同じ情報が拡散されたりしたりとか、テレビで見逃した情報がネットで見れるとか、それはまたヤフーのニュースに上がったりとか。まあ、何回もそのネットの中で見ながら確かめれるっていう状況がありますので、まあ、直接的にネタを売ってどうのこうのっていうのはないんですけれども、まあ、結果的にインターネットのおかげで新しい、マネタイズの分野ですね、方法はまあテレビとかとまあ一緒だと思うんですけど、新しい分野が生まれたかなというふうに我々としては理解してます。はい、瀬尾さん他の方にもお聞きになりますか。はい、じゃあどちらでも。デジタルに関して何か今後やられる方、はい、もともとネットの会社なんでやらんといけないんですけど、大きく分けると2つあるかなと思って、1つが情報発信というところと、もう1つがビジネスそのものというかね、売り上げ立てるような形なのかなと。で、情報発信についていくとファンページを作っていこうということで Facebook の取り組みとかも最近始めてるんですけれども、この前もちょっとたまたまちょっとうちのサイト見ていただいたら分かりやすいかもしれないんですけど、結構面白いというかですね、感動的なビデオでDVD とかね、ビデオを作ってたんですけれども、意識としてどうしてもこうファン向けかなみたいなところはあって、で、潜在的なファンを何ていうんですかね、掘り起こすとか新しいファンを作るとかっていうことを考えた時に、今いるファンだけじゃなくてそれ以外の野球ファンであるとかあまり見たことない人たちを連れてくるっていうことがより重要かなというふうに思っていて、その視点を入れた、例えばそういうファンページを作ったりビデオを作った時にそれをどう広げるかっていうことをもっと意識してくれって話をしていて、例えば伊勢丹さんのビデオなんかで伊勢丹タンって音楽をつきながらビデオを回してたっていうのがあって、ああいう取り組みっていうのが別に伊勢丹知らなくてもあれだけでも興味を持つっていうのがあったと思うんですけど、ああいう視点がすごく野球界って全体的に欠けているかなというふうに思ってて、もちろん自分たちのファンは大事にしないといけないんですけど、それ以外の裾野をどう広げるかみたいなところっていうのがまだまだ欠けてるし、ネットの会社のように下手くそやなみたいな話をこうしてたんですけど、それ以外のところでやっぱりビジネスということでいくと、大きくはもともとベイスターズってe コマースというかね、物販の部分というのは非常に弱くてほとんどなかったんですけれども、我々入ってからそれをかなり改善してきてるんですけど、そこがまだまだ伸びる余地があるので、そこの部分をしっかりやっていく。一つは商品開発っていうところで、この球界の中でいくと一番商品開発してて一番物販が大きいのは実は広島カープなんですね。で、やっぱり商品をいくつも作っていてとか見せ方とか選手の売り出し方含めて、やはりあそこが一番進んでると思いますが、あそこにまだまだ物販 EC においても及ばないですし、それをどう追いかけていくかみたいな話をしているというのが一つで、もう一つはチケットの販売っていうところで、実は細かい話なんですけど、例えばうちなんかも販売のチャンネルっていうのは絞っていってます。例えばコンビニさんなんかも一つの流通ルートに限っていたりだとか、プレイガイドとかも絞っていく。なぜならば要件散らばれれば散らばらせるほど手数料かかるからなんですね。で、それがネットで直接我々が販売できればその手数料が削減できるわけなので、そこの数パーセントの蓄積っていうのも結構大きなものになってくるので、いかに直接販売を増やすかっていうことが収支的にも結構大事になってくるので、そういったチケットをどうやって販売していくのか、これは例えばまだまだどうなるか分かんないですけど、自分たちだけじゃなくて相手のファンが買ってくれてもいいっていう話を先ほどした通りなので、じゃあ他球団との関係の中でどういう見せ方をしますか、で、それは例えばセ・リーグ全体でもっと改善できますよねとか、で、そういった一つ一つの積み重ねなんだと思っていますが、物販自体ももっと増やせるというふうに思っています。はい、ありがとうございました。じゃあ岩崎さん。宝塚の場合は別会社で TCA という宝塚クリエイティブアーツというところで一手に物販販売も含めてですね、DVD の発送、それから、CS 放送もですね、私も会員になってますけれども、皆様もぜひ会員になっていただければと思いますけれども、CS 放送営業いたしております。 TCA という会社が一手にやっております。はい、ありがとうございました。あとお一人かどなたかいらっしゃいますか。よろしいですか。今日のタイトルの中にですね、ショービジネスの後にですね、世界を熱狂させる日というのがあるんで、ちょっと3社の皆様にグローバル戦略もしくはですね、ローカル戦略などどんなことをやろうとされているかというのをちょっとお聞きしたいなと思いますが、じゃあ吉本さんから。はい。そうですね。グローバル戦略は、アジア各国に支社を作りました。で、今中国の上海でも6年ぐらいやってますけど、現地の人に吉本新喜劇を渡して毎週土日やってもらってます。で、最近は中国でツッコミっていうのがなんか分かるようになったそうです。目上の人をこうバーンと弾くんですよ。ほんならやっぱ中国の方はそれこそなんでやねんってなってですね、不謹慎だとか言われて、これが分からんのかっていう苦しんだ3年ぐらいだったそうです。で、そんなのもやっておりますね。で、そうですね、グローバル戦略でいきますと、最近やっぱり笑い以外で、コラボできる企業さんとかといろいろマネージメントとか興行いうキーワードで、いろいろやってまして、最近はガールズフェスタっていうのもやってます。東京 TDC の方が、うちの方へ来ていただいたんで、今ガールズフェスタをやってます、大阪で1回やりまして、であとそうですね、台湾でもやりました。で当然日本大好きなので、集客もよくで日本の、モデルのマネジメントも、我々お笑い以外のところで、だいぶノウハウ貯めることができました。で経済産業省の方々も今ジャパンクールなコンテンツをどんどん売りたいっていう方向にあるので、特にこのガールズフェスタは、いい方向に進んでます。でグローバル戦略はそうですね、CA と CA というのはクリエイティブアーティストマネジメントってやったと思います。アソシエーションでしたかね。アメリカのエージェントのすっごいでっかい会社で、ウィル・スミスとかいろんな、アメリカのハリウッドの人間を生み出したところと一緒に今、アメリカ向けですけれども、番組を作ってます。だから日本の番組は非常にクオリティが実は高いそうです。でもともと発端は楽器の使いの中でですね、サイレント図書館っていう、コーナーがあってですね、あれを見てなんか言葉がいらないんで大爆笑したのがきっかけで、これ誰作ったんやって言ったら、吉本のダウンタウンっていうやつやって話になって、でCA さんとの取り組みも広がりました。あといろいろやっております。であとローカル戦略でいうと「住みます芸人プロジェクト」っていうのをやってまして、各県に1人ずつ芸人を置いてですね、でそこの方々のお祭りのお手伝いとかをさせていただいてます。その県に住んでですね、商店街の空き家の2階とかに住まわせていただいて、そこで生活させてもらってやってますね。海外へ出るっていうのは当然のことだと思いますので、デジタルも時代の趨勢としてやります。ただやっぱりお笑いをずっと支えてきていただいたのは、地元のやっぱお客さんです。でそれは大阪、兵庫、関西を中心に日本国中にありまして、そういった方々の少しでもなんかこう盛り上げるですね、お手伝いができればということで、ローカルとして住みますプロジェクトとかもやっております。はい、ありがとうございました。ちょっと残り時間3分なので、すみません。宝塚の場合は特に戦略というほどのものも持っておりませんけれども、アジアへ今日もカンボジアの方が見られているということですけど、アジアへ興行を増やしていきたいというふうに、漠然とした目標ですけれども。アジア方面へ力を入れていきたいと思っております。あとはもう地方に関しては今やってます地方公演とやっぱ各公演一回一回を大切にしていくという当たり前のことですけれども、それに力を入れていきたいということでございます。ありがとうございます。春田さんいかがでしょうか。そうですね、単体の球団としてはグローバル戦略ないですね。うち海外行って試合しても多分誰も見に来てくれないと思うので考えてないんですけど、球界全体としては皆さんご存じの侍ジャパンっていうのが進んでまして、おそらく11月の頭ぐらいにNPB から始めてですね、これをビジネスとしてちゃんと広げていこうということで、株式会社、WBC じゃないですね、侍ジャパンを運営していくための会社っていうのが来月できます。なんかこれ球界全体として皆さんで協力しながらそのビジネスを拡大していこうと、それはやはり国際試合という形になってくるので、なかなか日本のサッカーのね日本代表のようなビジネスにするのはちょっとまだ時間がかかるかなというふうに思ってるんですけど、やはりそういう方向の中で全体のパイを広げていくっていうのは必要だろうと思ってますので、その取っかかりとなる会社が来月できるという形になっています。ありがとうございました。3社のそれぞれの立場、それぞれの視点、それぞれのやり方、それぞれの強みを生かした非常に有意義なセッションだったと思います。会場の皆様、そしてスピーカーの皆様、本日はどうもありがとうございました。どうぞ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。